今回は、ガープのルフィに対する愛情が強すぎることに気づいた読者の反応集です。それではどうぞ。このジジイもしかして孫のことかなり好き？孫に愛されたいじいちゃんではあるんだ。それはそれとしてスパルタな訓練もする。なんだかんだ愛情はちゃんとあるんだろうな。出力の仕方がなんかおかしいだけで、抑えられなかったら赤犬殺しに行ったくらいには。組織としては文句も言いたいけど物理的にも影響的にも力ありすぎて誰も何もできないって思うと相当クソ。捕まえるのはやめただから黒ひげが捕まえてきて海軍という組織として動いてるエース処刑を否定することは、立場上も自分の正義の上でもできねえってことだアホンダラ。ルフィがインペルダウン侵入した時もさすがわしの孫とかいうくらいだしな。実際インペルダウンの守りの硬さを知ってる側からしたらさすがと言わざるを得ないし。キザルってどう報告していたんだ？何してんねんお前的なこと言って困惑していたから仕留めてないのはわかっていたよな。孫とインペルダウンで相見えた時も殴れなかったくらいには愛情あるよ。それはそうと潰す時は本気で潰す。吐きまとってないし孫とのキャッチボール感覚だと思うよ。今だから思うがこれ全然本気じゃないよな。鍛錬つけてやってるレベルじゃないか。まあ、それはそれとして沈んだらそれまでとも考えてそうだけど。つってもサニー号よりも何回りもでかい鉄球落とすのは殺意高すぎ。これに関してはあの時のルフィたちに対抗手段そうないからな。大人になるとガープ目線で頂上戦争を見ちゃってめちゃくちゃ泣ける。エースはあんな数の周りに見られてる状態だしさすがに逃がせんわ。結局一人で暴走して捕まって晒し者になりかねない道選んだエースが悪い。かわいそうなエース一重にて名が弱衛星だが。子供を強くする、庇護下に置く、自由意志を持たせる、後取りにするってことには一応成功してるもんなカイドウ。エースが七部会に勧誘されたのせめてもの気持ちでガープが手を回した説を聞いて震怒となった。ルフィが四皇になったの絶対爆笑してるし。旧時代の英雄として自分たちが倒される日を待ってるんじゃないかなって気がする。ドラゴンも言ってる通り現状倒されるべきは天竜人の支配体制だから海軍の英雄が倒されると世界の治安的には困るし、それはガープもわかってるんじゃないか。ルフィが自分のやりたいことを何もできなかった未来がガープみたいなもんか。正直民間人への略奪や強奪とかしてなければ見逃してるイメージある。世界政府嫌いだから政府への反抗も特に罪にはカウントしてないだろうし。例えばノックス探検隊とかを海賊として追わないイメージ。ただ、孫であろうがガープの正義にも取る行いをしたら責任感じて本気で捕まえに行くと思う。幸いルフィの倫理観や良心は極めて真っ当に育ったね。だから別に捕まえんでいいわ、なんだろうね。他の中将あたりだと追悼で本気で討伐されるからクザンとコビメッポ誘って自分から志願してきた説も好きだよ。心配してきた説も好き。そのまんま本部に孫だから捕まえないって言ったから、バカ野郎そんなん通じるわけないだろって怒られたやつ。冷静に考えてイニエスロビー壊滅させた張本人が目の前にいるのに上司にかばわれて捕らえられないとか正義壊れる。子供みたいに理不尽な振る舞い見せておいて誰よりも大人なのずるいしメンタリティはエースに割と近い気がする。なんとなく似た者同士のゼフとサンジにどことなく似てるというか。アニメのこんなおっかないじいちゃんは嫌いじゃろうなーって疲れて寝たルフィをおぶりながら一人で語るところ本当にダメだった。いややりすぎではあるんだけどガープなりに考えがあっての行動だったんだってわかるんだよ。でも肝心の孫本人がそれ聞いてないから完全には伝わってないんだよ。あそこは本当に見てて辛かった。何よりも自由になりたいなんて素朴な夢が絵空ごとなのはガープが一番よく知ってるからな。自由になりたいの夢を一番叶えやすいのは強くなるしかないからな。ここ悲しいよね。このワンピースの治安終わってる世界だとガープのなるべく早く強く生き抜けるようにする子育てが大大大正解なんだわ。海軍のガープ現場を離れると民間人の被害が膨大になるが常に守れない状態プラス。本人も革命家のボスのこと海賊王の子です嬢がバレたら殺されるロシなんてとドレイクの大きな違いプラス。ガープも浮いてるし海兵なので、いつ死ぬかわからないその前に自分だけで生き抜けるだけの力を最低限仕込んで隠して育てる。海兵になったら庇護下に蹴るから海兵になってほしい。愛して庇護するだけだとどうなるかって、ゼファーの祭祀とかの件見てて知ってるだろうしね。まず何よりも強さがないと平穏に生きられないあの世界がクソすぎる。じいちゃんの孫で父ちゃんの子だから普通に生きてても波乱に巻き込まれるのは確定みたいなもんだし、天竜人殴り飛ばしとインペルダウン侵入までは笑ってられたマリンフォード乱入はさすがに頭を抱えた。
エニエスロビーから逃げ果たせたのも笑って済ませられたけど、マリンフォードは無理だったのが辛い。自分が海軍将校として任を帯びている戦争中、しかも大将中将七部会と今のルフィでは手も足も出ない強者のど真ん中にエースを助けに来たってされたら、逃すことができないかばうことができないってゾッとしたと思う。ただでさえ愛する孫をなすすべもなく見殺しにしている状況なのに、ニカを見て笑ってくれてるといいなぁ。大将と七部会勢揃いしてるからいくらなんでも当時のルフィじゃきつすぎるって分かりきってるからね。ギア5の手配書見てまた笑ってんのかなあのジジイ。頂上戦争でも傷を負ってでも兄を助けようとする孫を見るのはすごく辛かったし助けたかったけど、自分の築き上げた立場がそれを邪魔してルフィの前に立ちはだかるしかできないの見てて本当に辛い。それでも孫のことはすごく大切だったから直前で目つむったし殴れなかった。エースが生き絶えた時も杯に殺意をぶつけようとして戦国に止めるよう頼んだ。自由奔放のように見えて一番不自由なんだよな。この人が自由じゃないことを多分感じ取ったからこそドラゴンやルフィ、エースは出生のこともあるだろうけどは、海兵にならなかったし自分なりに自由を作る掴もうとしたんだなって改めて思ってしまう。子供の頃からガープは好きなキャラだったけど成長して改めて読むと大人としての視点が追加されるからほんと泣ける。ガープだって好きで孫分殴ってるわけじゃないんだよな。強くなってこの厳しい世界を生き抜いてほしいっていう願いがあるわけで、孫が何事もなく平和にぬくぬくと育ってくれればそれが一番だけど、そんな悠長なこと言ってられる世界じゃないのは百も承知だろうし、最終章でもしガープがルフィやサボを守って死んだら立ち直れないと思う。多分孫に死んでほしくないからこそ強くするために修行させたじいちゃんだから、孫が四皇と呼ばれるまでに強くなってる早々死なない強さを手に入れたことは本当に喜んでくれてるだろうね。まあその修行で死にかねないことはそうなんだけどもだけども。小さなルフィ背負いながらきっとお前はこんな恐ろしいじいちゃんが大っ嫌いなんじゃろうなーっていうセリフ、アニメで見て泣いた。本当なら無茶な訓練なんてさせたくなかったんじゃないかなって思えてならない。それでもわしは孫に愛されたいんじゃアホ。ガープのこと、ちゃんと愛してるよね、ルフィは。サニーで逃げる時も会えてよかったって言ってるし、ルフィも逆らえないだけで割とガープのこと好きだよね。なんだかんだガープはルフィの教育に失敗はしてないし D の一族だし海賊になっても仕方ない。関係も良好だからワンピ世界でも割といい家族関係よな。霊感だったかな、のガープおじちゃんでチュヨが忘れられないんだ。エースのことこんな風にあやして愛してた人なんだよなって思うと頂上戦争本当に辛かった。孫のことは本当に愛してたし、エースもルフィもガープのこと普通に大好きだよね。それはそれとして俺たちは俺たちで決めた自分の道を行きますっていうだけで、子育て成功しすぎなんだよな。ガープの教育が自我をすりつぶしたりしてなかった証ってことだもんな。なんでガープがルフィ育てることになったのかとか、そもそもガープが海軍に入隊した理由とか本質でやってくれないなぁ。本質がルフィとエースによく似てる自由な人なのに体制側で正義を背負うに至った理由が知りたい。それも相当の覚悟で背負ってる正義だし、ゴッドバレー過去編とかで教えてもらえるだろうか、それとも無理で述べるとかのスピンオフになるのだろうか。兄折で主要つけてるガープに対してルフィがじいちゃん俺海賊になるのやめるって言った後の嬉しそうなガープじいちゃん好き。その後に俺はただの海賊じゃなくて、海賊王になると言って怒らせてるけど。嫌いな相手にできねえよじいちゃんどいてくれは出ないんだよな。ヤマトは街道にその縁を切りに来たしたけども、ドラゴンの居場所わかってても誰もガープに追求はしない。ガープの思想的に革命軍を嫌う要素がないからな、炎帝派は知らんが。D は必ず嵐を起こす的な運命的なものがあの世界にあるとしたら、最大限の愛情だと言えなくもないかもしれない。扉絵連載で子供たちが鍛えられてたような政府の機関に預けることもできなくもないかもしれないが、そんなものはろくなものじゃないと思うしだから山賊に丸投げをするわい。扉絵連載が CP9 のそれなら世界政府の暗躍機関の養成所っぽいからガープは嫌だろうな。思想教育みっちりされてるからルッチみたいなのが排出されるわけだし、ガープは血さえ流れなければ平和と呼ぶような人だよ。子供の頃からガープは好きなキャラだったけど成長して改めて読むと大人としての視点が追加されるからほんと泣ける。ガープだって好きで孫分殴ってるわけじゃないんだよな。強くなってこの厳しい世界を生き抜いてほしいっていう願いがあるわけで、孫が何事もなく平和にぬくぬくと育ってくれればそれが一番だけど、そんな悠長なこと言ってられる世界じゃないのは百も承知だろうし、それはそうと潰すときは本気で潰す。今だから思うがこれ全然本気じゃないよな。
鍛錬つけてやってるレベルじゃないか。まあ、それはそれとして沈んだらそれまでとも考えてそうだけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんは今回の内容についてどう思われましたか？ぜひコメント欄で教えてください。これからもワンピースに関する動画を投稿していくのでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。